皆さんこんにちは。ピアノの西浜優です。4月16日の6時半よりアドリアーナで、西浜優トリオやりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。バイオリンは高橋誠さん、よろしくお願いします。ギターは荒川武弘さん、よろしくお願いします。そしてピアノ西浜優です。はい、オリジナルや、ちょっとノスタルジーをテーマにして、楽しいライブにしたいと思っています。ぜひお越しください。よろしくお願いします。ということでですね、まあこの日がやってきましたけどもね、だいたいなんか気がついたら季節に1回ぐらいの感じでね。そうですね、審査会のアドリアーナでね、はい、ライブさせてもらっておりますけど、料理もめっちゃ美味しいしね。美味しいんですよ、サラダとかパスタとかも何でも美味しいです。ぜひぜひ、なんかまあ、僕たちのこういうアコースティック弦楽器デュオとピアノのトリオかと思いきや、なんか風の噂になんかするとかで聞いたんだけど。そうなんです、もう春だし、私ちょっと新しいことをやってみようと思いまして、ほう、今回ちょっと歌ってみます。おい、ちょっと歌ってみます。ちょっと、はい、何自信ないけど、何まだないでしょ。ちょっとノスタルジックな感じの歌を。ノスタルジックな感じの、ね、はい、熱唱、熱唱じゃなくてちょっと控えめにやります。熱唱するそうです。熱唱します。変な汗かくと思いますけど。ということで、はい、4月16日、アドリアーナにて、西浜優ライブ。これ見せなくていいの？あ、これ私の手作りチラシです。はい、ぜひよろしくお願いします。6時半からです。皆さんお待ちしています。